郎さん、はい、あのチャンピオンとしてもですね、カウントが非常に、はい、カウンターがうまいんで不用意に狙いませんね。で出たら危ないですね、帰ってね、はい、じっくり相手の動きを見てからね、はい、それから出るべきですね。最初から焦ることは決してありません、はい。このカントというのは それほどガンガン前へ打ってくる選手ではないですね。ないですよ、はい、左のボディから顔面、そして右ストレートのカウンターを得意としております挑戦者のミゲール・カント。一方チャンピオンの小熊翔司は右フック、左ストレートに威力を持っています。右、左から右、綺麗に避けましたね、はい、ブロックしました。ボディです、左右のボディが右、かなりスピードがありますね。スピードありますよ、振り回すんですね、はい、これゴングです。第1ラウンド終了であります。後藤さんの採点は第1ラウンド10対10のイーブンであります。チャンピオンの小熊翔司です。23戦しまして21勝2敗、21勝のうち10のノックアウト勝ちがあります。これから第2ラウンドが始まります。第1ラウンドはお互いに相手の様子を見ました。10対10のイーブンであります。第2ラウンドが始まりました。今日のこの試合は WBC のルールにのっとりまして10点コーデで行われております。チャンピオンの空振りが目立ちました。サウスポースタイルが小熊です。右左ストレートです。右が入りました。カントの右です。非常にこう動きが素早いですね、カントは。早いですね。どうですか、この距離で戦った場合、チャンピオンの小熊としては。いいんですがね、だからあんまり前にどんどん深い追いしないことですよね、はい、自分で距離を詰めますからね、すると結局カントに有利になりますからね。ああ、ボディ、いいボディが入りました、チャンピオンの左のボディです。10月にチャンピオンになりました小熊。一方のミゲール・カントは1973年8月小熊に敗れました。ベツリオ・ゴンザレスとチャンピオン決定戦をしておりまして、そのベツリオ・ゴンザレスに敗れております。今日が世界挑戦2回目であります。1948年1月30日メキシコのユカタン州メリダで生まれました。今年26歳。後藤さん、お互いそのリードパンチを出さないで急にスパッといきますね。そうですね、はい、思い切って打ってきますからね。あの小熊の左のボディーブローがいいですね。いいですよ。ワンツーを出しました小熊です。ボディ、チャンピオンがボディを狙います。逆にカントが右を返しました。第2ラウンド終了であります。後藤さんの採点はこのラウンドも10対10のイーブンであります。
青コーナー挑戦者のミゲールカントであります。48戦しまして41勝 12KO3 敗4つの引き分けがあります。今年26歳、ちょうど6年前にボクシングを始めました。ユガタンの英雄と言われております。これから第3ラウンドが始まります。第1ラウンド、第2ラウンドとも後藤さんの採点では10対10のイーブンであります。後藤さん、このミゲールカントはですね、はい、サウスポーとこれまで4回して試合をして一度も負けてないそうですね。そうですね、はい、サウスポーに対しては非常に自信を持っているそうですけれども、サウスポーに対する、ね、戦法もよくマスターしてますよね、はい、いきなり右ストレート打つカウンターなんていうのはあれはもう有効ですからね、はい、第1ラウンド、第2ラウンドと両選手の動きはいかがですか。まあ、お互いにね、自分のペースでは戦ってますね、はい。よく伸びますよね、はい、身長が8センチの差があるんですけれども、リーチは2センチしか変わりませんね。そうですね、はい、まあ、肩幅が広いですからね、はい、胸も非常に厚いし上半身がいいですね、いいですね。ボディです。チャンピオンがボディを狙いました。右のボディです。ボディ、オグマがボディを狙いました。後藤さん、あれ、入ってくるところ意識的にやはり右、左のボディブローを狙ってるわけですね。そうです。逆にカウンター取ろうとしてますね、はい。カントの右が当たりました。ボディです。左右のボディブロー。リングの中央でお互いに見合っております。どちらかというとこのカントというのはカウンターを取る戦法が非常にいいと、はいはい、オグマとしてもそれほど前へ出てガンガン打ち合う選手でもないと。そうですね、はい、まあ、だからね、隙を見せ合わずにですね、はい、まあ、こういう試合になりますね、はい、左、肩右が左当たりました。カント、また右です。こう打ち合って離れるときに非常にこう、そうです、大きな振りから打ってきますね、ドングです。第3ラウンド終了です。後藤さんの採点は10対10、第3ラウンドもイーブンであります。両コーナーをご覧いただいております。後藤さん、今体格表が出ましたけれども、はい、身長はオグマが8センチ、右です。伸びのある右ストレートを放ちます。挑戦者のミゲールカント、やはりオグマとすればその右のリードパンチからになり、そうです、そうです、あれをやらなきゃいけませんよね、はい、8回あたりでね、その動きのコツをね、掴んだと思ったんですよね、はい、ちょっとチャンピオンのパンチが空を切っております。左入った、また左入った、今度逆に右、ミゲルカントの右が入りました。左かぶる、あれですね、後藤さん、怖いのは、そうです、あれです。左ボディブロー、チャンピオンの左ボディブロー入りました。しかしここでゴング、第9ラウンド終了です。第9ラウンド終了、後藤さんの採点は1対5。後藤さんの激しい打ち合いですね、はいはい、あ、右ですね、右ですね、はい、
この辺から両選手とも非常に苦しくなってまいります。第10ラウンド開始であります。相馬野馬追のホラガイが高らかになり渡りました。場内現在のところチャンピオンの小熊がわずかワンポイントリード。顔面を狙いましたチャンピオンです。チャンピオンのオグマはですね、15ラウンドこれが2回目なんですけれども、はい、まあ、走り込んで走り込んで何しろもうスタミナ蓄えてあると、もう15ラウンドでもね、20ラウンドでも大丈夫だと本人が言ってましたし、はい、動きとしてはまだまだ変わってませんね。全然変わってませんよ、はい、左を空振りしましたチャンピオンです。石島さん、はい、今談話を取りました、はい、木村会長はね、もう少し、ボディの方を狙っていけと、はい、やはりちょっと、空振りが目立つんでね、はい、ボディを狙っていっていけと、はい、それから、カントの動きがですね、はい、中盤から後半にかけて少し動きが鈍くなってきてるんで、これからいけるぞということを言ってました。そうですか、はい、後藤さん、はい、ボディーブローという、はい、それからね、このメキシコからね、来た外国の特派員ですよね、はい、カントが昨年ゴンザレスとね、はい、タイトルマッチやりましたね、王座決定戦、はい、あの時の試合を見てるんですが、その時やはり10ラウンド以降やはりスタミナが落ちたそうですね。そうですか、だからスタミナないんですよね、はい、ジャーム。チャンスですよね。しかしそのウェイトにですね、全然心配がなくて、はい、よく食べてましたね、カントは。食べてましたね、本当ですね。3食とも肉を食べたりしておりました、逃げるカント。一方オグマの方もそれ、あっと危ない、オグマ棒立ちになったところ右ストレートを食らいました。逆に左ストレートを返した、ボディフロー、オグマのボディ一瞬チャンスですね、はい、今は攻めなきゃいけませんね。そうですね、しかしカントも一瞬気を抜いた瞬間にスパッときますね。そうですね、あれは怖いですよ、はい、だから絶対に気は抜けないんですよ。どうですか、オグマがもう少しサイドに回ったら。そうですね、だからね、さっきから言ってるように、はい、右のね、リードパンチね、はい、ダブルフックでも何でもいいからどんどん打ってですね、これ距離詰めてから左ストレート、はい、ああいう攻撃のパターンでね、攻めればね、いけると思いますがね、はい、残り時間がほとんどありません。第10ラウンドであります。第10ラウンド終了であります。このラウンドは1対10のイーブンであります。後藤さん、場内がですね、メヒコとオグマですごいですね。すごい、完全に分かれましたね、あ、メヒコメヒコで立ち上がってます。さあこれから第11ラウンドに入ります。10ラウンドまでで後藤さんの採点では10点後でワンポイントチャンピオンの小熊がリードしています。11ラウンド入りました。後藤さん、この後半の攻めとしては小熊はどうですか。後半ね、やはりね、はい、もう出ていいですね。出ていい、出ていいです、はい、だから右をうんと使ってですね、はい、右を追い込んでから左ストレートを打つというような攻め方でいけば、はい、いけると思うんですがね。そうですか、もう出ていいですよね。後藤さんの採点でですね、はい、第4ラウンドと、はい、それと8ラウンド、はい、チャンピオンが取ってますけれども、はい、このラウンドってのはいずれもオグマがきれいにこう右のですね、ジャンプを出して左ストレートを決めたというケースですね、はい、そうです。第4ラウンドはチャンピオンが10対8と2ポイント、そして逆に7ラウンド9ラウンドとミゲールカントが取りましたが、チャンピオンのオグマも8ラウンドを取っておりまして、現在10点後でワンポイントチャンピオンのオグマがリードしています。終盤の11ラウンドに入っています。フライ級の15回戦です。カントがカウンターを得意とするボクサーということで、これほどの打ち合いになるとは思ってなかったですね。そうですね、激しい打ち合いになりましたね、はい、ワンツー、
チャンピオンのワントゥーです。またスリップしました。ミゲールカント、この試合4回目のスリップであります。ゴングが鳴りました。第11ラウンド終了。このラウンドも後藤さんの採点は1対10のイーブンであります。さあこれから12ラウンドが始まります。11ラウンド終わってわずか1ポイント、チャンピオンのゴングがリード。十字を切ってコーナーを出ました挑戦者のミゲール・カントです。後藤さん、もつれましたね。ワンポイント争う緊迫したゲームになりましたね、はい、レフリーがアメリカ人のジェイ・エドソン、そしてジャッジがメキシコのホセ・エスカラルテ、日本の手崎宏之、この3人で採点が行われています。後藤さん、カントの後半の動きはいかがですか。まあ変わりませんけどね、はい、あの後半カントの動きも慣れたんですからね、うまく出てもいいですよ。もうそろそろね、はい、待ってちゃいけませんね。もう出なきゃいけません。深追いは禁物ですけどね。しかし、はい、右のリードパンチで徐々に詰めて、はい、いきなり強打を振るというね、ああいう攻め方で攻めればね、はい、いきますよ。まあ、ちょっと右のリードパンチが足りませんね、はい。まあ、カントもですね、暮れの30日に日本へ来て、はい、3日に仙台入って、はい、非常に買い物好きで年中出てましたけどね、はい、買い物全部終わりましたかって聞きましたらね、はい、あとはチャンピオンベルトを持って帰るって言ってましたけれども、非常にしかし積極的に攻めてますね、そうですね、カントの方も、はい、右です。おっとアッパーから左、ゴングが出てくるところアッパーから左、チャンピオンのパンチはちょっと空振り、右のフックが決まりました。チャンピオンの右のフックが決まった。右のストレートです。ミゲールカント挑戦者、ちょうど私たちの放送席のすぐ後ろにメキシコユガダンからやってまいりました。応援団が陣取っています。メヒコの声援がまた始まりました。オグマの講演会もバスを連れまして200人の応援団をこの仙台の宮城県スポーツセンターに送り込んでいます。12ラウンドを残り時間が30秒を切っています。
逆に左を返した、右を返しました。右のストレートです。ゴンザレス12ラウンドが終了であります。後藤さんの採点は10対9、挑戦者のミゲール・カントが取りました。残りますのは13、14、15、3ラウンドであります。後藤さんの採点は12ラウンド終わりまして全くの互角になりました。さあこれからですね、後藤さん、勝負はこれからですね、あとの3回ですね、はい、13ラウンドが始まりました。もう勝負かけなきゃいけませんね、はい、放送席の採点では互角であります。石島さん、はい、皆さんどうぞ。このリングサイドですね、はい、今日も50人余りの日本の記者団がいるんですがね、はい、採点は全くですね、はい、割れております。割れてると言いますよりもね、はいはい、もうほとんどイーブンだという声が圧倒的ですね、はい、あ、そうですか、はい、ですからこのラウンドの勝負ということになりそうですね。そうですか、はい、後藤さん、やはりこのラウンドの勝負ですね。このラウンドですね、全ては、はい、さあ最終ラウンドであります。ワンツーから逆に最後のフックを返しました。ミゲール・カントです。もうこうなったら手を出したのは勝ちですね。勝ちですね、はい、もう押しまくんなきゃいけませんね。さあオグマ、右のフックを返しました。右のジャブが左ストレート、ボディに当たりました。あー、左ストレート、はい、いいですね。ミゲール・カント独取った、チャンピオンの左ストレート。しかしその後すぐ返しますね。やはり打ち返しますね、はい、あれでやらればいいんですよ。そうですね、右のフックが入りました。チャンピオンのオグマ、最後の15ラウンドであります。場内はもう完全にオグマ、そしてメヒコメヒコの声であります。チャンピオンのオグマ、ボディ、ボディブロー、逆に右を返したミゲル・カント。さあ残り時間が1分になりました。お互いにラッシュです。頭をつけ合ってラッシュ。勝敗はほぼこのラウンドにかかっております。オグマ左のフック、左を空振りしました。チャンピオンのオグマ、左のボディが右下のストレート、チャンピオンの左ストレートが入った、また入った、逆にフックを返します。右ストレートを返しました。ボディブローから右顔面、激しい打ち合いになりました。残り時間がもうほとんどない。場内は完全に立ち上がりました。すごい声援であります。これゴング、試合終了、試合終了であります。ついに判定に持ち越されました。ついに WBC 世界フライ級タイトルマッチ15回戦判定に持ち込まれました。レフリーがアメリカのジェイ・エドソン、そしてジャッジメキシコのホセ・エスカランテ、そして日本の手崎博之、この3人が採点を行っています。さあどう出ますか、後藤さん。微妙なところですね、これは。微妙ですね、はい、本当に微妙ですね。さあどっちの手が上がるか、